ああ、なるほど。いきなり毒の洗礼を。血の住処でございます。グラントを片手で触れる。錆びた鉄を忘れていました。はい、グラントを片手で触れる。グラントマスターを目指す冒険をしております。ロードトゥグラントでございます。はい、ロードトゥマスターオブグラント。片手で触れるんですよ。ほら、実は片手でね、もう触れるんでございます。実はで、今日はどこへ行くかと申しますと、いらっしゃった。とりあえずちょっと待ってね。あ、やべ、蚊が来た。もう先生のそばに寄らないで、お前ら先生のそばに寄らないで。はい、やっと来れました。ほう、不死者が私の姿が見えるのか面白い。あ、蚊来てるやん。書いてた書いてた。あ、字読めてなかった。あれ、おかしいな。ここでね、この人呪術の先生なんです。はい、でおそらく今このロードランで一番呪術がすごい人だと思うんですね、この先生がね。イエス、はい、呪術の先生に師匠になってもらいます。でこの先生と話し始めたらね、蚊が寄ってこないはずなんだけど、今食らったね。でこの先生の売ってるもんがめっちゃ高い。火の玉持ってる。とりあえず持ってんのはいいか。2万3万1万。またちょっと人間性マラソンをしたんです。はい、なんで一応ね、あるはありますけど、持ってないのは買っときますか。全然俺アンバサなのに奇跡を買わずに何をしとるんやろうな。大発火、大発火いる。不死の実を使ったことないけど、武器を進化させる。ちなみに進化させると、うわ、2万5千だってよ。さっきね、さっきというかマラソンをして、人間性マラソンをしてたんです、最下層で。でなんやかんや、なんやかんやね、ソウルあるんですよ。そう、そしてすっかり忘れてましたいうことを。昔お前の前に一人だけ弟子を取った。お前と同じくらい出来の悪い男だった。ああ、はい。もじゃになんてなりません。なりませんよ、先生。毒。人間性マラソンをしてましてね、また。つい、先日まで。で、ソウルがあったんでね。まあ、先ほどご覧いただいたと思うんですけど、見事にね、片手でグラントを振って、ほら触れるんですよ。さっき見ていただいたようにね、顔を倒しましたね、グラントで。
レベルがもう70超えちゃって、普通だったらもう1周目終わってもいいぐらいなんですね。で、まあ、ストーリーとしては鐘鳴らしまして、で、王の器をもらって、で、まあ、それを継ぐっていうか、まあなんていうか、あの奥へ行くにはその王の器を強大なソウルで埋めなさいと。で、強大なソウルは、ボスが持ってるから倒してこいっていうことなんでしょうな、あれはな。はい。で、この間最初のボスの一人、4人の子を倒しましたというところで、これからイザリスへ、はい、さっきのあのお姉さんがね、まあ呪術の師匠が、あれがね、俺めっちゃひょっとしてヒットポイント減ってる、危ない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 師匠に会いに行くの命がけなんだよな毎回。で、今だいぶレベル上がって、今ねもう70超えちゃったですけど、相変わらず体力と持久がないんでね、はい、筋力をつまりその、はい、50にしたわけです。はい、片手で触れるということはということなんですよ。あそこ行くのいつも命がけだな、先生に会いに行くので。あの先生がね、ちょっとこれから攻略していくイザリス、すごくストーリーとしては関わってる先生なんです、人なんですね。はい。で、どう関わってるかはね、細かい話はね、ぜひ皆さんもダークソウルリマスタードを買ってやってみてください。はい。私は攻略をしていこうと思います、イザリスをね。いつも通り、でもって俺やるんやな、使おう、はい、使用しよう、30個使えます。ちょっと待って、30使うと30やな、はいはい、 OK、 これ別にいいもんな。制約を交わします。おお、はい。混沌の大火球はいいね。人間性を捧げます。30個捧げます。これでいいんだよな、多分。制約のランクが上がるとまた別のアイテムがもらえたりね、するわけです、今みたいに。で、ちょっとね、この先普通に攻略してもいいんだけど、なんとなく助けたい人がいるので、亡者にさせたくない人がいるので、制約をちょっとね、この制約はレベルアップさせときます。さあ、どうしようかな。で、森の狩猟者に、いや、もう森どうせ呼ばれへんもんな、いいわ、行きましょうか、イザリスの攻略に。赤いんだよな、目チカチカするんだよな。今実はね、ちょっと裏技じゃないんですけど、昔に比べるとね、ソフトウェア
なんだ、画面のキャプチャーがね遅くないんですよ。遅延がすごく少ないんですよ最近は、昔の機種に比べて。私以前持ってたのはね、プレイ画面からキャプチャーする画面がねもう5秒も6秒もずれてたんで、そうだからPC の画面を見ながらはプレイできないなっていうのが当時の印象だったんですけど、最初の時代の時はね、キャプチャーボード、外付けのキャプチャーボードを買った時にそれがそういう印象だったんですけど、何年前だこのキャプチャーボードに買い替えたの、それでも3年ぐらい前か、そんな最新式じゃないんです、はい、3年前にキャプチャーボード買い替えたら全然見ながらできるじゃんっていうね、見ながらできんじゃんっていうレベルだったんですね。遅延がだからねもう1秒以内、いやでも実際全然わかんないぐらい。ただそんなに言ってて戦闘になったらわからんからな。でちょっとねこのローリングした時にね、うん、遅いかなって思うんですよまあでもちょっとやってみましょうよ。そしてイザリスの霧の中に入ります。いけるかな俺これで。まあ相変わらずドス、中ロリですからね、軽ロリのようには警戒にはいかないですよね。でもまあいいですよ、片手で触れるだけ全然マシ。から行こうか。このようにですね溶岩の海で、こっちはね脇道にそれた方なんですよ。こんなのがあってね、こんなやつがいるんですよ。でイザリスへ行くにはまあねこの溶岩の海の向こう側なんですよ。あっこにほら一人牛さんがいるあいつ反応したんだ、やべ。まあこれで溶岩があってその先は進めないよみたいな、まあそんなことなんですよね。そして脇道にそれてこちらへ来るとこんなのがいて、一体どんな敵なんだと。ところがスルーして襲ってこない。なんだなんだこいつはと思って奥へ行くと、行けっかな、久々でドキドキするわ。この遺体があってね、これを漁ると、はい、やばい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 やべえよ。そうえ、こっからこっから、いや、ま、彼にね、彼に今やられたんが久々すぎて、2000名に行ったらどうなるのかが思い出せない。あいついきなり襲ってくるんだっけ、それとも、あ、もう出てるな、ただれ続けるもの、あ、来ちゃうんだ、来ちゃうとまずいのよね。あ、ここで戦う気にはならんぞ。来るんだな。あ、ってことはあれか。
正しい倒し方でしか倒せないのか。あのね、戦っても倒せるんですよ、広いとこなら。でね、今からお見せするのがね、多分正しい倒し方なんですよ。そうか。ってことは一発目で失敗したらもう戦って倒せないのか。うそ。あれ？来ないじゃん。来ないじゃん。そんなことある？わかったわかった。行ってやるよ。行ってやんよ。行ってやんよ。向こうまで行ってやんよ。殴ってやるよ。殴り勝ってやるよ。殴り勝ってやんよ。グラントで殴り勝ってやんよ。来いよ来いよ。嘘。うそ、外した。食らってるんやないか。避けれなくなってるね。避けれなくなってるよ。全然避けれないよ。向こうまで行けるでしょ、これで。広いとこなら全然避けれねえ。全然避けれねえ。全然避けれないっすよ。普通に来ちゃった。おかしい。これではあかん。これじゃないよね。やばい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 。これ一回向こうへ釣り出さんとダメなのか。うわ、走っていこう。来るでしょ。そうそう、来るんだよ。で、もうとりあえず一遍向こうまで引きずり出そうか。引き継ぎ出せで、こっちからこう回って、危ねえ、で、こうだよ。
おお、あ、これ。結局これか。はい、いやこれ今初めてのパターンだった。やっぱ走るのが遅いんだよね。本当はね、いつも腕よりこっち側に来て、こういう向きで、であいつがここから落ちてくっていう感じなんだけど、今抜かされちゃったね 今あれ抜かされたね。初めて見た。抜かされるんだって。それでびっくりしちゃった、今。で、まあ、無事、下の溶岩がね、あいつがいなくなると流れていって、先へ進めるということでございます。